体の中に血液がそのまま残るんで、お寿司できる人めっちゃ多かったんですよ。で、はい、私お寿司できなくて、マグロのこう鉄分の味しっかり感じるよ。やれないことをやれるようになって、お手伝いしましょう。嫌いなものは何ですか？綺麗事好きじゃないんですけど、うん、ありがとう。クルマエビはね、タンパク質の変性が75度以上で、茹でた後にお酢に通すとタンパク質が凝固して不思議な食感になります。車エビですね。予約満席です。これはね、今切ってるんですけど、ここでは出さない。切るのを見るだけです。ありがとう。やったー。ちょっと待ってて、人の店でため息つくない？お着替えちょっとね、外れやすいんで気をつけてください。これめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいじゃん。わかります？取らないんですよ。めちゃくちゃ美味しいっしょこれ、うん、やばいと思う。これ誰もやらないやり方なんですけど、その血管に残ってる血のところを水で通してあげるようなイメージですか？なんかちょっとピンチの時も本当助けられて、誰も話しかけてくれんよ。喋ると喋るとアホがバレる。変わったお客さん、ママっていう人もいます。あ、ちょ、どうする？アンキもなんで怒ってんの？いやうまいよ。私あのお名前の遠藤寺の通りのところの左に、はい、ちっちゃい神社があるんですよ。水曜日と日曜日はお参りに行くんですか？うん、行きます。調子は今日ちょっとあんまり調子良くないです。結構隣同士のお客様ですごい仲良くなったりとか、ゆっくりさんでは無理だ。ハナルのいいとこは絶対そういうとこだと思います。ポヤリもあるし、あれもある、セイコもある。あれ、ハマス、おねえ。はい、なんぼ？ 0.76？ 珍しいじゃん。私いつも自分でつけてんのにさ。優しい、今日だけカメラ回ってるから。いつも自分でやってんのに。俺はいいっすよ、藤村さん。ちょっと別格だと思います。言ったね。だってあれでしょ、腹めっちゃ硬いでしょ、うん、背中が丸い。うん、4本にするか5本にするか。あとアンキモだよね。で、社長どうする？アンキモマジなんで怒ってんの？いやちょっと今やばかった。ちょっと待って待って、ね、まあいいや、かけいいか。いや、今日誰も話しかけてくれんよ。喋らん方がいいよ。喋ると喋るとアホがバレる。じゃあ日本で買うから持ってきてもらって。あっちはセリが日本で一番早いんで、だから早く入るから早く来れるんですけど、片道250キロ。金沢からここまでですか？はい。すごいですね。で、当日の朝取ったものを当日持ってくるっていうので、はい、はい、結構種類も多いし、やっぱこの時期は特段いいですね。白身だけで20種類ぐらい。そのアイテム生だけで言っても100近いアイテムあるので、売り上げはいいです。はい、全国の皆さん、いいお魚あればよろしくお願いします。今日は予約どんな感じですか？予約満席です。そう、すごいですね。お寿司屋さんは何年前からですか？まだ、今30、今年9になるから7年、8年か、8年ですね。
お寿司できる人めっちゃ多かったんですよ。で、はい、私お寿司できなくてやれないことをやれるようになって、まあ、大将っていう人もいるし、はい、神さんっていう人もいるし、なんか時々変わったお客さんママっていう人もいます。寝る時間あんまりないですよね、うん、そうですね、今 4時間半か5時間ぐらいかな。今はなんか結構バタバタしちゃってるんで、もうちょっとなんかゆっくり時間が取れるお店にはしていきたいなと思うんですけどね。昆布と厚削りのカツオ節を、はい、もうあと60度ぐらいの温度でじっくりと出汁を取るって感じです。大丈夫です、大丈夫です。新聞、今初めて、ちょっと卵入ってるわ。もちろんした上でちょっと厳しいですかね、強出しとか。強出しなんとか頑張ります。大丈夫ですか。あの久保さん、あの油抜けてきてるからさ、はいはいはい、あの大トロちょっとまた お願いしたいですけど、結局ネギトロとかトロタクとかでしか使わないですよ。はははは。冷凍だとやっぱ身が硬いじゃないですか。だから大トロなしにして、まあ、中トロまでで売ってます。いつもありがとうございます。体は締めてから寝かせると臭んでるんで、普段はもっと大音量で歌ってますよ。カラオケ来てんじゃねえかっていうぐらいに。私はさばき方おかしいってみんなに言われる。そんなことに関して変わった、変わったっすか。
血管さっき開いたじゃないですか、はい、ここに水道の水を入れていくんですよ。今こっちが膨らんできてるじゃないですか。これ誰もやらないやり方なんですけど、肝臓って造血の臓器なんで、血抜きって言ってみんな塩当て塩する人とかいるんですけど、塩を当てても、これ分かります、ここからすごい出てきてるの、塩を当てても別に血は抜けないんですよ。その血管に残ってる血のところを水で通してあげるようなイメージですか。暗記物の中ってやっぱ血まみれですもんね。今軽く通しただけでもこのボールの水こんだけの色になってるんで、ここはもう水通ったらここ分かります、暗記物がクリアな色になる、綺麗になってますね、うん、さっきまでクタクタだったところが完全にパツパツになるんですよね。ほらここは綺麗で、逆に反対側から押し出して血が出てくるんですよ。こうやって圧力がかかるんで、若い子があん肝とかもガンガン食べてますもんね。かなりあん肝多いですよ。あん肝、東京っぽいですね、やっぱね。そうですね、東京に近い車ですね。ここからまた10分ぐらい置いて、表面パリッとさせて、でそこから閉まっていくって感じです。黒くならなければね、はい、問題ないです。エリカさんが映るだけでも。困っちゃうですよね。嫌いなものないですか。めちゃくちゃ緊張するんだこの距離。死にますね。今日煮卵の味ね、めちゃくちゃいいですよ。うまいよ。私あのお名前伺ってなかったから。
表に持ってって最後に切り出す。休みの日にも同僚の人とご飯食べるんですね。すごいじゃん、めっちゃ仲いいじゃないですか。私最初で、でもまあうちのやつ入れてくれたらじゃあ1個はいいですよみたいな、でじゃあチタ入れますマス、拍手入れたらダメですかって言ったら、もっと勘弁してください。ビールもだから絶対気に入って、そう、私はラガーの方が好きだから。そうですね、スキンが切ります、もう反対です。そういう風に喋ってただけなんですけどね。お客様すいません、もう2月ですね、ランチが全て満席となっておりまして、3月は大丈夫です。はい、ごめんなさい、お待ちしてますね。はーい、それは。これ頼んでないの？あ、こちらの伝票か。それは前の伝票です。え、あ、今日の伝票まだじゃあできてないってこと？どんだけ濃いと思ってるんですか、その中身。いやいや、こっちはこの間朝の8時から夜中の2時半までやってる。一回変わりましょうよ、変わりましょう。大丈夫です、俺居酒屋の店長です。せっかくその気になる、その気になる。それ以外はその色をどんだけ黒くなんていうのか、剥げさせないっていうんですか、その黒い色が。
しむように。下げんなよ、自分で。自分でハードル下げた、ちょっと追い込んくるわ。よかった、ありがとう。やっぱりさ、炭がさ、豊浜って、あの地元あ、あそこの魚屋さん、漁師のやつだから、これめちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいじゃん。わかります？反らないんですよ。めちゃくちゃ美味しいですよね。めちゃくちゃ美味しいっしょこれ、うん、やばいと思う。
ていうのが結構独特のやり方なんですね。っていうフレンチ、鉄板フレンチ分かります？あそこのシェフをね連れていらしたの。まだ出始めですね。名古屋柳橋はこれね、まだ1軒しか持ってない。小餅やりイカ、餅、うん、中にね卵が入ってるね。最初合わせる。あ、わさび OK？OK。はい、玉木やりーかー。なん水分もちょっとない。おビールで、はい、かしこまりました。14台はね、一、うん、月に1回、1本しかいただけないんですよ、今。あ、それをいただいてるわけだ。そう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 。旅の目的は、あ、メニッシュ。メニッシュ、ここに来たんだよ。ここに来たんですよ。すごいな。どうした？シェフェラトリエ系行ったことある？マグロはね、今日うちオープンして半年になるんですけど、始まって初めての定置網。定置網はね、マグロが好きな人が好む。定置網は体の中に血液がそのまま残るんで、マグロのこう鉄分の味をしっかり感じるような。はい、違うものにしますか。はい、イカはですね、豊浜のね、濃厚イカしますんでね、そのものを召し上がりください。漬けですね。やってもらってるんですか先生。なんかめちゃくちゃ儲かってるらしいじゃん。いや、聞きましたよ。聞きましたよ。マッカレルってあれじゃない、ヒラメじゃないですか。ですよね。ですよね。そうです。はい。
き貝です。これメニュー表には書いてあるんですけど、ラッコが食べてる貝ね。ホッキ貝ちょっとね外れやすいんで気をつけてください。ホッキ貝ね。いやさっき雇いの話してたから、アンキモとアンドラフィッシュのマンフィッシュ、じゃあアンキモトーストです。裏ごししたアンキモを上に乗せて焼いております。生で、はい。はい。嘘。馴染むなら、うん、僕もファンですって言います。私激弱だと思ってるんだけど。クイさん白子入れようか。ちょっと予定なかったけど。わかりました。マジでやめよ、そんな感じ。僕はまだ感じたことがないから、とりあえず一回譲ります。ここでは出さないかもしれないです。切るのを見るだけです。うまい日はね、タンパク質の変性が75度以上、75から80で、茹でた後にお酢に通すとタンパク質が凝固して食感が特殊な食感になります。うまい日ですね。広島のクレのお酒ですね。特別純米の魚の月はい、どうぞ。サバ、サバ分かる？はい、はい、どうぞ。これ両方とも入れなかん。大将来たよ、大将としか呼べなくて、料理長が正しいって言います、私のこと。あ、この人変わってるなって思う瞬間ですね。もうシェフってことシェフはない。いつまでも見るのもおかしいけど、話すときは人の目を見てっていうのをすごい言われてきるよね。この辺見ろって言いますよね。うん、とかこの顎のあたり、何も思ってないです。だってお人の話は自家製のカラスミです。はい、失礼します。マックスの白子の醤油焼きです。上からカラスミ食べてどこでにしてあります。食べないで、私は食べるように温かいうちに食べてください、ね、そう、クリーミーな白子とカラスミの塩辛さがちょうどいい感じになってて、いくらでも食べる感じ。トークだ。
以外が食べたいなですよね。以外がいいなですよね。以外ではないと思う。卵、うん、私あんま綺麗事好きじゃないんですけど、この円頓寺の通りのところの左にちっちゃい神社があるんですよ、はい、この神社はね、あの市場行かないときは、はい、とか水曜日と日曜日はお参りに行くんですか。行きます。一行の本店は大体8名とか、8名って結構そういうのあんまないんですよ。でも6人だとなんか結構隣同士のお客様ですごい仲良くなったりとか、そういうのめっちゃいいですよね。離れのとこは大体そういうとこだと思います。誰も言ってくれんから自分で言うわ。